古田はこうやっててもこう当てとるんだ。そうですよね。なぜ古田がこの横使いになったか分かる？知らないです。昔ベンチから構えで声出しても OK の時あったわけ、はいはい、でキャッチャーってこっちこう構えるわけよ。で人間ってこっちのこう構えるわけ。あとはインコースとアウトコース分かるわけよ。で古田頭賢いからこうやってインコースもこうやって構えやったあいつ分かる。だから古田の構えってベンチから見て分からなかったの、うん、はあ頭ええなこんな思うて。でじゃあこっちの石井和久のスライダー来たらピャッとこう取れたの、うん、そうですね。こうしてだから彼はこうやっててもこうひっくり返るから、で今の高校生なんかでもやっぱり古田の真似とかしてんのよ。新之助の真似とかいろいろするんだけど、やっぱりこういう構えが多いのよ横使い、うん、昔は達川モデルをみんな通ったんだけど今ほとんど古田モデルを買いやがる何がおかしいんだお前笑うとこじゃないやろうがお前キャッチャーが一番大事なのはやっぱりキャッチングなのよ、うん、古田はね何やかんやで肩が強いとかバッティングええとか確かにもうず抜けとったけど、わしがあの一番すごかったものワンバウンド捕球とかワンバウンドでセカンドアウトにしたりとか、うん、石井和久のわしあいつと組みたくなかったもん。川口でももう、うん、毎日ゴールキーパーしょったのに、まあ、そうですよね。だけどお前あの石井和久なんてさ5メートルぐらいはあんま平気でするんだよ。それ全部古田はこうパッと取れよったからな。やっぱりだから魅力があるのは小林誠司なんかでもうまいんだけど、あいつはこうならないもん。こうなったらあれキャッチングうまいし、わしはあいつ一回ねもしあれやったら指導してあげたい。あんだけエース質持ってるのに1割何本しか打たんのんだお前、どうやって1割何本しか打たんようにするんや豊か。どうなんすかね。あいつをけなすわけじゃないよ、あれだけ肩が強くて。肩が強いことはお前体幹が強いことだと思うよ。お前肩良かったのにスイングだけ速かったもんの。弱かったですか。弱かった。いや俺肩弱いってよく言われるんですよ。弱かったですか。弱かったよお前はね。ただお前はとって速くて正確だったから弱く見えないのよ。コントロールは良かったですよ。だけど地型は強くなかった。いやはっきり言うよもう今じゃけ。いやいやもう全然いい。いやいや現役時代言うたらお前プライド傷つけ言えんけど、コントロール良かったもん、うん、でも確実にファーストにこういいの投げた。だからサード回った時にやっぱり届かない。サード側の時だけどお前頭賢いからワンバン投げたんです。そのワンバンが嫌だったんですよ。なんでなんかプロがワンバンかよとか思ってたんですよ。いやいやまあそれはしょうがないです。だから僕コーチになった時に、うん、若いやつがワンバン投げたら、うん、お前年取ってから、うん、ワンバンなんかいつだって投げられるからとにかく投げろって。冒頭してもいいって、それはもう覚えろって。いやいやそうよそうだよ。だからわしもあれ面白いこと言ったよ。あのどういうかなあの人須藤さん。あ須藤さんね。須藤さんなんで達川さんの方先に出てくるのかな。いやいや須藤さんが笑かしょ、はいはいはい、市川がさノーバンでいかんからさ、1ワンバンでいいからちゃんと投げろってあの水まいとってやるからってピッチャーの時代で。いや巻いてますよ本当に。つるっとあのそう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 滑って伸びるようにね。伸びるようにね。まあだけどさ、まあそれぞれもうベテランのやつとかさ、もうあの銀ちゃんとかさ出来上がってるし、そうだな誰を教えてみたいかな言ったらやっぱそのリクなんかはさ確かに面白いと思うよ。バッティングもいいしね。お肩もいいだろうけど、まあ、松川いうのはどんなのかなというような感じがするけど、堂々としとるよのあれやっぱり一律和歌山で、はい、やっぱり150キロ以上のピッチャーずっと取ってるから、まあ、小園を取ってますからね。そうそうよしとね小園出たね。 DeNA のドラフト1位ですから、ね、おこれ取っとるから軽く。だからもう3位違いでも簡単に取れよったりしてたから、だからそういういいピッチャー取ってるから、やっぱりそのローキがそれはもう全然子供より早いけどちょっと早いだけだから、わしの時なんかあの筑田が123キロとか125キロしか出てなかったさ、松村のお兄ちゃん150キロまで出てたからさ、わしはブルペンで最初はやっぱり用途なかったよ。やっぱびっくりしました。大学は早いな。そうですか。早いな思った。これはもうマシンもないからもう必死にもうあの高速道路行ってさこう150キロ見よったよ車を。うん今な嘘です。作ったの。そうだったの。わかりますよ。高速道路行って待ってみて目鳴らしするやつはいないっすよ。でも電車乗った時に。そう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 。電信柱と電信柱をこう目で追うというね。いやいやいや、それ誰かやったよね。逸話があるけど巨人の、ね、あの V9 の選手がね。でもこうやって見てたら、いや俺は左だったっつって間違えてたって、ね。そう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 。だからやっぱりオチがあるね。いや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 、まあそういうところだけどさ、キャッチャーがいいとこはね、やっぱ木下が結構伸びたから、うん、結構投手陣が安定してる。まあそうですね。
お前笑かしすぎて涙出てる今頃さ。いやいや涙腺がね緩くなって笑うとね不純物を出すんだ知らんけどね、うん、涙腺からバーッと涙出る。僕ね、あったかいもの食べると、涙出てくるんですよ。ああ、そういやまあもうどこもゆるゆるですよね。まあ、あれだろうな、あの貧しい頃にさ、まあ、冷たいものばっかし食ってもあったかいもの食うとね、涙出るんだろうね。硬いとかね。そう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 です、まあ、まあ、そういうことで、はい、長々と、まあ、で、キャッチャーは誰ですか、松川でいいですか。松川ね、松川はまあこのバッティングね、まあまあまあ松川か、松川もそうじゃろうけど、まあ内山どうですか。内山、これはいいよ。いいでしょ。これは確か、あのどこの高校やったかな、星稜。星稜、これいいよ。星稜やっぱり奥川取ってるから。そうですね、奥川。やっぱアマチュアの時にいいピッチャーを取ってるっていうのはでかいんですかね。やっぱりでかいよ。わしらはやっぱり大学行った時に130キロ以上のやついないからさ、150キロ見たらそれはびっくりするわ。じゃあ最後に広島の相澤抜かしてキャッチャーは誰がいいですか。そりゃもうあの坂倉ずっと使ったら坂倉やるよ。これはね、こいつはね勉強家でハートがある、うん、で謙虚な、打たれたらキャッチャーのせい、抑えたらピッチャーのせいで素直にできる。これさ、日大三高から来た子なんだけど、やっぱり小倉さんがねいい教育しとったと思う。なんでか言ったら、わしがキャンプであのキャンプレポートで、あのキャンプ取材のあのテレビがあるじゃない今 CS が。それでわしがねその左のこの話しとったわけよ、うん、紅白戦かなんかでこう落としたよ、今のじゃ使い物になりませんよと、ちゃんと練習してやるのダメだって、もう本当にね結構言ったのよ。それでわしが次の日あの日南の三塁側ベンチでこう立っとったら、タタタッと走ってきたわけよ。あ、昨日文句言ったの文句言いに来やがったな思いながら、普通のやつだったら先輩ちょっとよく言ってくださいよと言うんが、まあまあまあそうですよ、普通はそうですよね。坂倉どう言ったと思う。いや、ありがとうございました、勉強になりました。ノーノーノー、違うんですか。そこまで言うなら教えてください、うん、もう左のマシン合わせてさ、ちょっとあのスライダー気味に早く合わせて、こっち構えてこういうこういうこういう動きをあのせいで、こっちの自分の体のラインから出る球をこうやって取れるようにしてごらんやったら、その日の居残りからずっとする。ああこいつ絶対ええな思ったら、ね、すぐ上手になる。そういうものを持ってますよね、上手くなるやつって、うん、素直な。だからバッティングも、いやだから甲斐もそうだったでしょ多分最初はね、うん、あ最初は最初は今生意気なんですか。今よくわからんわしいやいやいやそれ、いややっぱそのね、もうちょっとだけですわし、はい、いらんこと言わせてほしいんだけど、はい、坂倉を褒めたいんだけど、はい、おいお前ちょっと手見してみって言った。豆が半端じゃなかった。おお、この節分の豆が売れる売れるぐらい豆があるのを言うぐらい節分の日やったけど、ちょうど忘れもしない。すごいのお前って。だったらやっぱり打つのすごかったよ。まあそうですね。ほんでまあ甲斐も最初の時にわしが行った時に、あ内川はおるわ、松田はおるわ、今宮はおるわ、柳田はおるわ、どうやっても勝つな思ったよ。ピッチャーも千賀やらなんやら、もう油に乗っとる和田やらいっぱい乗って、で沢田もおる、これ絶対勝つな思ったら、俺らよう考えたらキャッチャーおらんわと、うん、で今あの北海道行った鶴、鶴岡ね、鶴の肩は飛んどったよ。で高谷半月板2つなかったよ、両方両はいや本当に。ほんで誰か若いの育てないけんな思って7、8人おったの。でパッと見た時には、あの子ええじゃないか、チビだけどシャープだし肩も強いし取って早いしええじゃない、たらコーチ連中が、いやちょっとリード悪いんですよとか打てないんですよとか言うわけよ。おやけどお前それならお前打てるようにしたりリードを教えるのがコーチじゃないのかというようなちょっと話させてもらったら、このバカうさいのような顔されたよまあええわって、まあそれはいいんだけど。それで工藤に、あすいません工藤監督に、甲斐面白いんじゃないですかという話して、だったらそれで甲斐にあのマシンでこの取り方して、で千賀が一番取れんけ、千賀取れるやつ手挙げてみた二人おったよ。あれどういたかな、名前忘れたよ、ごめんごめん、あやつぐ、あやつぐじゃなくて、あやつぐはあれはあの背番号22じゃった。ああそうですか。だからあやつぐじゃない、あやつぐもいたんだけど、まあその取れるのはまあそいつだよって言うから、で貝が取れるって言うけ、で取ってみてマシンずっと取らしたら、やめいまで取らない、うん、で貝見よったらキャッチャー向きだったのよ。なんでか言ったらキャンプの朝飯いつも毎日一番最初に来るの。それ条件なんですか。文部省推薦で、いやいやその、 あの単純なことをずっとできるやつがキャッチャーで、あーいい本気があるやつ、そうそうそう、ね、だからまあわしがちょっと教養を出すと
凡事徹底できるのよ、うん、当たり前のことを当たり前にするのではなく当たり前のことを人に真似できないくらい一生懸命できる男だったのよ、うん、これはいいなと思ってで工藤にこんなんええんじゃないですか言ったら分かりましたじゃあでみんなであの時は清水だったけど清水と森とそれで工藤監督とそれで相談して千賀と東山つけましょうと和田はちょっと難しいんでいろいろ頭が賢いけついていけるんだよで千賀は同級生だし東山は北別府のように全部の球がストライク取れるから間違うてもわしもわしがそうやったっけ北別府と組んで間違ったサイン出しても全部いっぱい来よったろ真ん中を、ま、一体四隅に来てましたよねほとんど四隅に来たろ真ん中こんだったろ真ん中はノースリーからですよ絶対打たないって言った時にスッと取ってくるだけですよそうだろチャンスボールはあの縦割りのカーブよな、うん、分かるから、まあ、そうですシューッて顎が開いてるって、うん、あれがチャンスお前うまいことこうヒョーンってあの土地こう取るところで打ち寄ったもんの逆やあれ、ね、ちょっと安かったですけどね土地はあれはねあのセカンドゴロ打つやつはね屋敷とかはねもうカモだったけどね屋敷はもうどうしてもあのカーブ引っ張りたがるもんねあれまあ、ためができないんですよねだけど早かったな、屋敷はちょっと待ってください話飛んでますよいや、キャッチャーの話キャッチャーの話屋敷させた早かったからわしら屋敷させんかったけどねいや、屋敷はこのタイミングで走るんかって全部がリレードスチールに思わなかったいやいや、スタート悪かったでしょあの 3S のスタート、スピード、スライディング言うけどね、はい、あんくらいスタート悪ってね楽々セーフになるやつのめったにおらんそうですよねあれでスタートが速ければ100は走ってますよね。行っとった、ね。クイックしても行ってた。ですよね。わしウエストでもアウトできんかったもん。ですよね。恥ずかしかったよ。まあそのぐらい、ね。だからまあそういうようなことでね、キャッチャーの話。甲斐、うん。甲斐ね。だから甲斐は、だからそういうところでの、やっぱりオリンピックが帰ってからおかしいなったね。お前もオリンピックから帰って、ちょっと人間が変わったよ。やっぱりショックだったと思うよ、あれ。銅メダルになったのは。嫌悪感いうか。日の丸背負うていってこう胸張って歩けんかったと思うよ何日かいやもうね脱力感と、うん、もう燃え尽き症候群というかそうだろもう体がどうやったっていうこと聞かなかったんですよそうだろそれとも申し訳ないなっていうのがそうだろあれ試合出てない人間がそうだけど、うん、試合出てる方はまださいやでもね試合出てあれが城島がいて、うんね、城島の次の日から出ましたからねあいつ入った次の日だから切り替えがすごいだから精神力がだから甲斐も東京オリンピックが出てあいつは金メダル取ったんよ、うん、にもかかわらずやっぱりさ今度はねあのリードをおかしなった、うん、なんでかいたらいいピッチャー受けすぎたの、うん、分かる力で押せるピッチャーも、うん、また全部力で押せるんじゃないかなと自分のところのピッチャーだから勘違いしてくる、うん、だからインコース使わなくてそれまではねインコース使うのが非常にうまかったの、うん、で国際試合ってデッドボールあったりけんとかなんとかでインコースとかあんまり使わない、ね、使わないですよねだからでまた外のスライドゾーンの方が広いからで力があるから外の出し入れだけで抑えられるじゃん、ね、山本とか森下とかコントロールいいから、はいはい、で栗林なんかでもこう、はい、いいからだからちょっとね勘違いするいうか元へ戻るまで時間がかかる今ようやく戻ってきたよ、うん、レイいうピッチャーと組んだ時に、ねはいはい、あの時戻ってきた広島戦だったかし見よったけどマクブルームに対してインサイド3球続けていったもんピョッ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 ああようやくあの戻ったなと思ってそれから4連勝だよソフトバンクもうソフトバンク走るよ今からまあそうでしょうね楽天が勝てないですもんねいやいやそれやっぱりさソフトバンクは自力あるわやありますねいやすごい柳田が5打席連続空振り三振しても勝つんですもんね、うん、柳田がおかしいわあいつどうなったのか知らんが腰砕けでさこれで今ホームランで7本ぐらい打ってるんだけど全部レフト逆方向ないで本人はホームランバッターアーティストだからやっぱりライトへこういいの打ちたいわけでライトって開きゃ開くほどライト行かないのよ行かないですねお前あの坂本勇人が悪い時にプロ野球ニュースでいやセンター返しした方がいいですよってしつこいぐらい言うて坂本はあの蘇らしたけどさ僕は蘇らしたんですかねいやいやあのあれでプロ野球ニュースで蘇らして、まあ、いや打ち出した1週間後ぐらいだから柳田も言ってよ明日のプロ野球ニュースでセンターの方へあの入ってけーで左に今日悪かったら明日言いましょうよ一緒に左がね、はい、わし分かんないのやっぱりなるほど左はこうあっち走っていくからさいや僕ね、うん、昨日はね新しい外国人だったでしょピッチャーだアンドリースあーあれな、うんうん、僕ね白竹を思い出しましたよ縦割りの、うん、あのこのスライダーにどうしても合わないんだろうなと思って
いやいや、合わんいうよりも、その合わんにしても、あんな腰砕きのようなスイングはないよ。いや、バットに当たらないっていうのが不思議だったんですよね。いや、不思議や。何が起こったんだろうっていうのはありますよ。だけどあいつは偉いのは、自分が打てんでも、チームが勝ったら、めちゃくちゃ喜ぶ。いや、昨日ね、明石がね、タイムリーヒット打った時に、柳田がベンチの前で仁王立ちして万歳してましたよ。そうなんや。やっぱ村上もそうなんですよね、ヤクルトの。ああいうやっぱりリーダーがいるとこって強いですよね。やっぱりあのね、お前あの思い出させて悪いんだけど、国際大会とか負けられない試合を経験したのがね、やっぱり生きとると思うよ、そういう面では。まあそうですよね。やっぱりチームが勝つことが一番だと、はい、その次に自分が打てるいう、はい、わしは自分が打てはまあよかったけど、そんなことないですよ。やっぱ勝ったかな。勝川さんが一番勝負にね、対戦厳しかったですよ。まあそうだろう、まあ、ありがとう、お前だけで喋ってくれるな。いやいや、この人はやっぱチームのために、このピッチャーを生かすために必死やなと思いましたよ。自分のことは二の次で、はよそれを世に言うてくれとったら、わしも人生変わっとったんじゃかな。詐欺師やでずっと言われとったから、まあ、そういうところもありましたね。はい、終わります。